あ、山下博之です。私は、ピアノの調律師をしてます。静岡の、河合音楽学院っていうピアノの調律師の養成学校がありまして、そこで学びました。で、最初は何か音楽に携わるお仕事を求めていたんですよね。それを、まあ、いわゆる中学生とか高校生の頃から考えていた、いました。いつの間にかクラシックやそういったものに傾倒して勉強をするようになりました。やっぱりうまくいったとかうまくいかなかったっていうのは正直あるんですよね。お客さんが満足、まあ、その弾いてくださる方が満足してくださることももちろん嬉しいですし、ただそれが自分の満足度と、まあ、こう同調していってくれたらもちろん一番最高なんですが、もっとできたなとかそういうことを思うこともあります。ただやっぱり完璧なんていうものはこの仕事にないと思うんですけど、それが 50% でもが 60% 70% が 80% のよく状態が良くなるっていうことが僕らの仕事だと思ってますし、とってもそれが 10% でも向上したならばやっぱりとても満足して幸せ、なんか幸せな気持ちになります。So to the all pianists, not more, I think that's not only pianist professional, but also kids to practice the piano playing. So the piano is amazing. Just listen to the sound. That makes you feel better. To when you have some difficulty or trouble, but that's the sound may cure the your mind. So I hope you enjoy the piano, and so to practice you get better, and that will satisfy you.